はい、皆さんこんにちは。キラキラ USA のママです。ですね、今日は6月26日うちの琴姉さんの12歳の誕生日なんですけど、実はもう今もう午後3時半過ぎで、誕生日の準備何もしてません。今週ちょっと忙しかったのもあって、どうしようどうしようって、何しよう何作ろう何飾り付けようしようってずっと思い続けながら、もう当日になってしまいました。今日午前中とか午後にちょっと買い物しようと思ってたんだけど、冷蔵庫の製氷機、氷作るやつは入ってるでしょ、あれが壊れてて、でオーダーしてたんですけど、そのパーツをもうずっと来なくて、もう忘れてたんですね。ですごい不便な思いしてたんですけど、それがいきなり今日届いたの。それで明日直せばいいやと思ってたらさ、パパがすぐ直し始めちゃって、それが結構大変だったんですね。もう全部冷凍庫のもの全部出して、引き出し外して、それだけじゃなくていろんなパーツ全部外して、しかも冷凍庫をこう引っ張る引き出し型の大きい冷凍庫なんですけどね、そのドアも本体からネジ外して全部取り外して、ですごい大変な思いして直したんです。親父が、私はこうライトでずっとね照らしながら、電話の親父が仕事しやすいようにね。そういうわけでね、なんかちょっと時間がなくなっちゃって、今から相馬を連れて急いでなんか買っていきたいと思います。で、今年のことちゃんのプレゼントなんですけど、1ヶ月半ぐらい前に突然スケボーをやりたいって言い出して、で YouTube でスケボーの動画見まくって、でスケボー欲しいって言い出して、いいよって言って買ってあげるって言ってたんですけど、それをプレゼントにね、途端に熱冷めたんです。やる前にいきなりガターってスケボー熱冷めたんですね、一回もやる前に。でその次に突然 iPad が欲しいって言い出して、でも iPad 欲しいって、 iPad ってそんなすぐ買える値段じゃないでしょ、しかもパソコン持ってて、タブレット持ってて、 Chromebook 持ってんの。とにかくちょっと12歳の誕生日プレゼントにしては高すぎるので、それは無理だよって言ってあります。で、ことちゃんも次に欲しいのは電話なんですね。次にっていうか同じぐらい欲しいのが電話なので、電話をまあ上げるんだけど、とにかくことちゃんはですね、ああ見えてセルフコントロールが全くできないんですね。ゲームやりだしたらもう永遠にゲームやる、宿題があろうとテストがあろうと、私がどんなに言ってももう全然やめれないタイプなんですね。だからちょっと電話あげる時もね、パパと相談してちょっと条件をつけようっていうことで、特別な誕生日プレゼントになってますので、それは後々ということで、とりあえず買い物に行っていきたいと思います。レッツラゴー。99セントショップにコトの誕生日飲もうとかなんか買ってきた、買いに来ました、うん、ギリのギリ当日の午後4時です。めちゃめちゃちょっと忙しくて、日本語学校もあったりとかして、買う、これ買う、トマ買うわ、いいよ、 あれ持って、うん、持ってくるの忘れた。何を？お金の。嘘でしょ。自分でさ、しっかり用意までしたのにさ、うん、車にもできちゃった、うん、いいよ大丈夫、じゃあママが先に払って後でお金返してもらう。あ、ちょっとカード1枚選ぼう。んファニーバースデー、ね、これでいっか。でもまだちょっと、うん、はいはい、ちょっとその早くセット。あ、これかわいい。あ、いいか、いいよねこれね、かわいいよね。お飾り、お飾り、バルーンズ、バルーンズとか、相馬がこの間誕生日だった時のやつは全部もうフルで活用するから、いらない、そういうのじゃない、そういうのはだから使えるじゃん。これ固定用に買う、なんでだ、ことはこういう色好き。そうだね、そうだね、それ可愛いね、うん、これ一つだしこういう色好きだから、いた、これ目に刺さりそうになったあっぶねもう一回やっぱこの開くの買おうか、ね、開くのね。Okay. で普通のバルーンはここにある色選んで、じゃあ、うん、ちょっと膨らます時間もそんなにないからね、うん、あ、でもこれうちにあるんだ、あれあるよね、どこにしまったっけ、忘れた、え、どこにしまったっけな、それ多いよね、いやでも、まあ、いっか、いっか、うん、これにしよっか、じゃあいっぱい入るしね、okay.いいと思う？いいと思うよ、ちゃんね、いいね、今日の夜ね、ことはお寿司がいってたから、お寿司はもう頼んじゃおうと思って、近くのデリバリーのとこに、デリバリーじゃない、トゥーゴーのとこにね、するとうどんって言ったから、お決まりの、やっぱ
フライドポテトだけ揚げてやるんだけど、お寿司早くオーダーしないと今日土曜日だからめっちゃ混むと思って、いちごパフェをね、夜パフェ食べたいって言ったので、ケーキ嫌いだからってさっき言ったよ。飾りカードカードカード飾りひねり方ベーブルパフェの、ピント合ってる？ピント合ってる？飾り、もう5時過ぎです。5時過ぎ。コブちゃん喜ばせてあげたいんだけどさ、もしかしてもう値段半額じゃないの？前まで、ずっと半額だったのね、ここの2-5 オーダーが。半額じゃないっぽい。普通営業に戻っちゃったから。あれ、まだ安いのか。そっか、まだ安いのかな。ちょっとこの値段、メニューの値段より安いもんね。そっかそっか、安いのか。ドラゴンボール2個だって。あ、ドラゴンボールじゃないや。え、なんかもうなんかやんけ。ドラゴンロールよ。ドラゴンボールって言っちゃった。よし。これで何時に出るか時間が出るんだけど、土曜日でしょ？もう5時20分になっちゃったでしょ？でもレストラン今オープンしちゃってるから、お店の中が。5時からほらお客さんが入ってくるとさ、なんか混みそうだなと思ってさ、1時間以上かかると思うね。よし、飾り付け、そうなん。は？飾り付けしよう。お寿司があと35分くらいでできちゃう。思いのほうが早かったわ。これこれ、ちょっと、臭いんだよ、そのさ。ねえ、なんかアメリカのさ、風船って本当に臭いんだよね。体に悪そう。何個も石はあるの？臭いけど、これ。コトン、これ。今6時3分、6時6分、出来上がり予定なのでお寿司取りに来ました。パパに運転してもらって、今コナちゃんも泊まったので降りてますけど、ちょっと今日帰ってフライドポテトしようと思ったんですけど、暑くなるしめんどくさいし時間なくなったので、ちょっとマクドナルドでポテトだけ買いました。ケースの袋に入ってきた。さすがにこのマックのポテトの匂い嗅いだら、はい、ソーマもね、我慢できない。着く前に全部なくなっちゃうかもしれないよ。おいしい。はい、飾り付けも終わりまして、ご飯も並べました。もうこれでバッチリ。ジュースも置いたしね。そうそう、コトちゃん呼ぶだけだよね。オッケー、呼ぶ。ちょっとこっち来て、パパこっち来て、映って映って。どっちから来るんだろう。わ、変な格好してる。変な格好してるじゃん。パッパッ。せーの、じゃーん。寿司、寿司。どうどう、短い時間で結構頑張ったでしょ。このさ、飾り、この飾り2人だけでやったんだよ、すごく。そうだよ、ソーマは全部手伝ってくれたんだよ。帽子開けてみなって、じゃーん。ソーマ買ったやつ。ソーマがね、お小遣いで買ってくれたんだよ。こっち向いて、あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。
このお寿司紹介します。これはファイヤロール、超辛い、中に辛い、ツナが入ってて、上これハラペーニョだね。で中にシラントロ入ってます。シラントロだからパクチー。これカリフォルニアロールでしょ。これコトちゃんのマグロロールでしょ。これドラゴンロールはカリフォルニアの上にマグロとアボカド。タツキヨ、これ今年の今日誕生日。あ、そうそうそう、お前なんて言った。タツキヨ、これからも頑張ってね、出てきてねって言ったら、うなぎね。それとコトちゃん大好きツナ、シオン、イカ、ドラゴンロール、アゲイン。これアルバコアデライトっていうのは、これ美味しいですね。この中にスパイシーツナ、外側に白マグロって言うんだよね、多分ね。ハマチ、エビ、サーモン、これ美味しい、甘エビ。これママとシオンとこと一個ずつ、こんな感じ。全部間違ってるよね。ママとシオンとソーマです。日付が変わったら言うね、今年はハッピーバースデー。今皆さんからいただいてるハッピーバースデーメッセージをシオン、コトちゃんに読んでます。何回間違った。もう2 for 1。 違う、あそこにちっちゃい位置隠れてんだって。パパじゃない、ちゃんと12だからね、12だからね、ね、そう、まあ2人でね、そのね、大きい位置がね、すべて見てもなかったのよ。だから、ちっちゃい位置があるんですよ。今ことあるとにだけやったからね。そう、スペシャル食べよっか。ハッピーバースデーコト。コトちゃん美味しい？いや、うどん食べたくない。嘘。いきなりうどん行ったら、いきなりうどん行ったらいいけど、久々にうどん食べた。1週間ぶりこれつけられました。かわいい。全然気にしてない。なんでだろうね。アイスクリーム、もちろんね、パフェ一番。ことケーキやだから。ね、そうそうそう、ことがケーキ絶対食べたくないって言ったから、まずこれでしょ。ケーキ食べれない。さらに用意したのが、まずはトッピング。シリアルとクラッカーとオレオ2枚しかなかった。そう、シリアルいっぱい。もう入れんの、もう入れんの。それと好きなだけ好きなフルーツを乗せてほしくて、ちょっと。近すぎない、光が。待って、いちご、ブラックベリー、ブルーベリー、リンゴ、チェリー、バナナ。あ、ちょっとライトのね、人がね、下手くそだからめっちゃ近い。ちょカメラとライトの足が絡まってるから。あんなのクリームで最後は。そして、あ、もう一つスプリンク。ソーマが選んだ、パステルからスプリンクをかけて、これ可愛いでしょ。可愛くない、これ。チェリーは絶対じゃない。可愛いよね。匂い変えちゃった。可愛いでしょこれ。ね、コナちゃん。スプリンク。見て周りも。つまんないの。周りこ、可愛いけど。見せて。おお、いいね。ソーマはお水。お茶好きじゃないから、そんな。お茶って美味しいのにね。ね。あ、開けていいの？いいよ。あー！またこれ食べたい。思いのほか喜んでくれた。そう、これ。自分でつけるの？いや。自分でつけたいの？いや。来た。すごく早い。花火、みんなで歌おう、これ終わったら。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアコート、ハッピーバースデートゥーユー、ブローユーキャンドルズ、おめでとう！すごい！パチパチパチ！
あら、ウェイカード。なにこれ、なにこれ、読める？上から読める？多分読めないな。なんとか、パパがこのお約束、お約束をちゃんと、ちゃんと1月前、あと？ちょっと待って、読むね。お約束、琴がこのお約束をきちんと守れば、今から1ヶ月後の7月26日から電話を使うことができます。難しいお約束ではありません。どうぞ頑張って電話をゲットしよう。お約束1、日本語学校はあと4回で夏休みですね。4回は宿題必ず全部やりましょう。4回だけです。平日月火水木金はゲームや YouTube は10時まで。自分で時計を確認して自分でやめよう。ママやパパがやめなさいって言ったらすぐにゲームも YouTube もやめること。ゲームはその日の勉強が全部終わってからやってくださいね。かわいいこの色。あ、ケースだ。どう？まだ使えないけどちゃんともうあるからね。触ってみて。いいよ、うん。ということでこれがコトちゃんのプレゼントでした。そうっすね。コトちゃん誕生日おめでとうございます。いつまでも可愛いコトちゃんでいてください。すごい素敵なメッセージ。コトちゃんハッピーバースバーデー。英語で書いて。コトちゃんおめでとう。プレゼントとかは渡せないから、ビデオ見返したり、ビデオ見返したり、ビデオ見返したり、いいねとかなんとかなんとかしたりするね。ハッピーバースデー。皆さん見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、グッドボタン、ベルも押しな。バイ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 。また明日から頑張りましょうね。コトちゃん登録した。高評価しないと食べちゃうぞ。チャンネル登録しないと食べちゃうだ。You're having me